DFM 将軍の春清ですということで、コーチング企画第35回目やっていきたいと思います。ということで、今回動画提供していただいた方はソーダさんという方です。動画提供ありがとうございます。プレイ環境が PC で、プレイ歴がモバイルタッチ半年、モバイルパッド2年、 PC キーパッド1年半ということで、年齢が17歳、最高ランクがエリート。特に教えてほしいポイントが、ダメージを受けた時にゴリゴリ来る敵の時に、有用なカウンターや回復しやすいボックスの広げ方、極限部のうまい使い方ということで。そうだな、まあ難しいね。まあダメージをまずじゃあ100カット受けちゃったっていう時に、まあ何をしたらいいのかっていうと、まあとりあえずボックスを広げる。うん。まあこれが一番手っ取り早いんだけど。とりあえず、まあ硬い建材でボックスを広げまくった方がいいね。まあレンガか鉄。で、この感じで、まあ、とりあえず広げまくる。うん。この感じで、まあ、とりあえず、まあ、適当にこんな感じで広げて、で、まあ、ここでミニポ飲もうとしてみるんだけど、多分飲めない。ここじゃねえ、多分飲めないから、ゴリゴリ来る敵って、もう、こんな感じで、ボックスこっちに広げてたら、このままこんな感じでついてきて、もう、この、立った瞬間のレンガをこう2発で破壊して、もう殺そうとしてくるから、まあ、ここでね、絶対回復しても、回復できないんで、このボックスを広げた、あとにもうこっちの元々のボックスに戻ってくると、この感じで全部完成してるんで、まあ、スラープとか持ってたらもうスラープ1本飲んじゃえばね、フル回復するんで、あとはほっとけば、この感じでボックス広げまくって最初のこの元の位置に戻るっていうことをすると、回復しやすいですね。あとは回復するときはね、絶対に2ボックスは作りましょう。ダメージを100カットもらいましたって時に、この1ボックスだけ作って、はい、ここで回復ってすると、めちゃめちゃね、まあもう張り替えられたら終わりだから、張り替えられてもう終わりなんで、回復するときは、やべ、100カットもらったと思ったら、もうこの、2マス作る。敵がこっち側からね、こっち側からこんな感じでレーザーしてきたら、敵と逆方向。まあそうだね、敵と逆方向にもう1ボックス作る。2ボックスで回復するってことを意識すると、安全に回復できるんじゃないかなと思いますね。ゴリゴリ来る敵って、結構やっぱりツラージ2発とか余裕でこんな感じで振ってくるんで、まあ、まず、1回目様子見した方がいい。うん。まあ、それか、敵来てんな、100カットもらって、あ、敵来てるわ、と思ったら、多分大体ね、こう階段を置いて、この感じでね、張り替えに来ると思うんですよ。大体、あ、やばい、敵は僕作った、と思ったら、この感じで階段を置いて、こう張り替えに来ると思うんですけど、この階段置かれた瞬間、この階段が置かれた瞬間って、もう来るって分かるじゃないですか、中の人からしたら。あ、階段置かれたなって、あ、ここ来るんだってなるんで、階段を、敵が張り替えするために置いた階段を、置いた瞬間に、階段置かれたで開けて撃つ。敵からしたら、回復すると思って、この感じね、ツラッシュとかで油断して張り替えに来るんですよ。なんで、こう階段を置いた瞬間に、こう開けてカウンターすると、割とカウンター刺さりやすいですね。結構カウンターって最初が狙い目な気がするな。敵がこう、ゴリゴリ詰めて来ようとしてるところをカウンター入れる。早めカウンターっていうのを意識すると結構カウンターさせやすくなるんじゃないかなと思います。ショックウェーブなんだけど、ちょ、このマップないんだよな。このマップないんだけど、ここにボックスがあるとして、まあ1、2、3、3マス目とかで使ったら、敵のボックスね、うまいことこんな感じで入れるんで、ボーンっつって、この小技を覚えておいた方がいいね。この1、2、3、3マス目でショックウェーブを使うと、そうすると、ボックスに入れる。まあ、あとはね、下から突き上げるとか、結構強いね。敵が真上にいるときに、ショックウェブ使って、敵を落としつつ上を取る。やっぱこのゲーム結局上が強いから、上がね、主導権握るゲームなんで、そんな感じでね、ショックウェブ使って、敵を落としつつ上を取る。とか、これはまあ普通なんだけど、このショックウェブを、こう階段ちょっと積んで使って、まあ、この辺でね、適当にボーンって使って、ここの辺にいる敵を上から奇襲するとかね。ショックウェーブとか使った後のこの降りてきてる音ってマジで相手からしたら聞こえないから、ちょっと離れてる敵にショックウェーブ使って上から奇襲してワンボックス入るとか、するとめちゃめちゃ強いね。だからこうやってショックウェーブでバーンっつって奇襲して100カット与える。ギガボックス囲いました。そしたら、1、2、3適当に測って、ポンでポンで、ワンボックス入って、ポンだね。そう。まあ、こんな感じかな。ショックウェーブは割と。こんな感じの使い方がね、押しとけば割とうまく使いこなせるんじゃないかなと思います。ということで、早速見ていきたいと思います。うわ、やばすぎ。ロケットや。
惜しい。やばい。ナイス。ここで1キルして来てるね。おい、ナイス。まだいるね。めっちゃいるな。一回回復した差はあるけど、ここ行く判断。キャカット、うまい。惜しい、あと一発。あー、惜しい。で、ここのロケットやばいね。マジで聞こえないね、ほら。もうほぼ無音だよね、このロケット。で、ここの66の白のカウンターめちゃめちゃ良かった。でね、ここクラッシュパッドね、これ持って使ってるんだけど、クラッシュパッドって、その場でね、なんかあのスペース連打してると、クラッシュパッド出てくるんで、これね、わざわざね、クラッシュパッド持たなくても、クラッシュパッド真下に置けるんで、普通にショットガン持ったまま、ジャンプをなんかダブルクリックかしたら、クラッシュパッド置けるんで、その小技っていうか、なんだろう、置けるってことを覚えておいた方がいいかもしれないね。ここ追っかけて、やりきるまでは良かったけど、これ右からね、めちゃめちゃ車線通ってて、まあ、食らっちゃうと。で、この食らった後なんだけど、ここだね。ここもうちょっと、資材がまだ6枚あるから、もうちょいね、ケアした方がいいかもしれない。敵の位置がまだ把握できてない状態なのもあるし、まあ、右側から撃たれたっていう情報しかないから、こっちの右側が全部怖いんだよね。だから、ここは、この建築資材落ちまずに、ここ貼った方、貼らないと、AR でね、溶かされて死んでたかもしれないんで、ケアをね、しっかりした方がいいかもしれないね。ここはね、一旦ミスとしてもよかったかな。まあ、37HP はさすがにちょっと怖いっていうのもあるし、今シーズンね、胴体100出るショットガンがね、シャープトゥースしかないから、新しいね、新ショットガン、金でも胴体100出ないんで、一回 HP を100にしてから戦うとね、ワンパン、多分ほぼワンパンされないんで、戦いに行くんだったらミスとしてからでも、よかったんじゃないかなとは思いますね、ここ。ちょっと怖かった。うますぎ。いいピースコントロール買うの倒しきってく。いや、これはめっちゃいいピースコントロールしたね。壁取って矢に置いて106カットでダメージ差が出たから、AR でご利用しよう。これめっちゃいいキルしてるな。あ、そうでね、このよくわかんねえタレットみたいなさ、この小型監視カメラみたいなやつはね、壊しといた方がいいね。こんな感じでね、自分の上に赤ピンがついてると思うんだけど、これ敵からしたらね、位置もろバレだから、壁越しでね、めちゃめちゃ、こんな感じでね、位置見られるから。あれ今敵なかった？やっぱそうだよね。ブーカがいる。何十カット？やばい。敵多すぎるな。敵こんな多い。100カット。ナイス。ショックウェブ使って上取ってコンバットサブマン。まだ立った、まだいるな。いいキル。ここのね、まあ、この人間に気づけなかったのは仕方ないんだけど、まあ、このカウンターめちゃめちゃ良かったね。床開けて72カットすぐカウンター入れて。この最初にカウンター入れるっていうのがね、やっぱり結局一番強い気がするね。敵が一番ダメージを与えて油断してる時だから、いいんだけど、ここがね、ちょっと危なかったかな。足音マークとかで、だいたいここにいるの分かってるんだよね。さっきの、70何カット当てた敵が。で、ほら、もうここで落としてるじゃん。ミーコのモート、シュンって落としてんだよ、ここで。ほら、こんな感じで。もう目の前にいるって分かった状態で、これ突っ込むのはめちゃめちゃ危ないね。敵からしたらドアからしか入ってくるところがないから、敵が。まあ、隠れ放題だし、まあ、ライトハンドピークし放題なんだよね。もし敵のボックスで囲われてたとしたら、多分相手がね、編集とかうまいこと使って、ボコボコにされてたかもしれないから、ちょっと怖かったかな、ここ、無理やりワンボックス行くのは。
相手の状況が分かんない状態でワンボックス行くのは絶対に危ないんで、一回ドア開けて様子見してみたいな感じで行った方が良かったかな。ちょっとここはヒヤッとしたね。目の前いるね。21カット72。うまっ、めっちゃうまい。ピースコントロールが21カーの やりきると SMG で。ピースコントロールめちゃくそうまいな。こういう場面めちゃめちゃあって、この敵とどっちが早く上取れるか勝負みたいな時あるんだけど、ここでね、よくプロがみんなやってる技とあると思うんですけど、ここで階段1枚置いて床階段からの床階段で、敵より1段上ね、これ取れるんで、敵とね、対峙した時に上取りたいよって場合はね、とりあえずこれをね、この感じで適当に使っとけば、めちゃめちゃ上取りやすいんで、敵と対峙した時はね、この技、めちゃめちゃ簡単なんで、階段2個伸ばして、床階段からジャンプして床階段置くだけなんで、これはね練習して損ないかなと思いますね。これがねできるのとできないのだけでだいぶ違うから、この階段にこう行って床階段、階段にこう行って床階段っていうのをね、これこの技をね練習したら割と対峙した時に上取れる確率高いんじゃないかなと思います。これマジでうまかったな。ここで壁張り替えて100カットで屋根編集したから下ピースコントロール、これはめちゃめちゃいい読み、いいピースコントロールだね。本当にうまい。刺さりはしなかったけど惜しい、めっちゃ本当に惜しい。でここで SMG 貫通で倒しきるといいね。惜しい、いいピースも通る。屋根置いて92カット39カーの21で、あっ、ベッチがまた来たな。ここは一旦落ち着きたいな、頑張って。さあここでミシックチャグを飲むと、さあ一旦ショックウェブ上飛んで様子見、ボックス囲ってうまい。おい、ナイスワンパーン。ソーダさんめっちゃ角度意識してない？めっちゃ俺めっちゃ角度意識してると思うんだけど、どうですか？見えない角度でピースコントロールしてんのめっちゃうめえ。右窓開けとか、なんかライトハンドピークとかをね、めっちゃ意識しっかりしてるね。ここもそうなんだけど、右窓開けて、このピースコントロール、マジでこれね、ベストピースコントロールではある。敵がワンボックス入ってこようと思っても入れないし、自分からしたらライトハンドピーク、敵からしたらね、レフトハンドピークだから、めちゃめちゃ当てづらい。敵が当てようとしてきたら自分が当てれるっていう角度なんで、これ。めちゃめちゃうまいね。右窓開けからの、ピースコントロールでワンボックスがこう。で、そのまま屋根置いて、92カット。で、このまま、ここも、右上、三角開けして、100カット入れて、まあ、ここは惜しかったね。これみんな覚えた方がいい。マジで、この人のピースコントロールの仕方、マジでうまい。うん。ソーダさんのね、ピースコントロールの仕方、本当にうまいから、割とね、参考っていうか、ピースコントロールの仕方、参考にした方がいいかも。俺よりうまいぞ。最近俺がコアシングしてる人、俺よりうまい説ある。ちょっと待って。大丈夫か。で、ここもしっかりピースコントロールして、右窓開けして、屋根入れて、右上三角開けからのワンパン。でも右上三角開けをするときは、割とね、壁から離れてると、右窓開けしてるね、意味があんまないんだよね。見えるから。ほら、こんな感じで。こんな感じでね、見えちゃうから、この辺で右上三角開けして、打ってもあんまり意味ないんだよね。そう。で、この右上窓開け、三角開けをどうやって活用するかっていうと、壁に張り付くんだよね。こんな感じで。壁に張り付いて、右上三角開けして、ポンみたいな感じ。で、そうすると敵からしたらね、こんな感じで絶対見えないから、ここに張り付いてる敵。ここに張り付いてる敵絶対に見えないから、自分が当てられるリスクは、ここからこうジャンプしてくることだけなんだけど、こう右上、三角開けして、こうやって、やってる状態じゃん。こんな感じで。で、こっからジャンプして打つって感じなんだけど、大体。この、右から来たとしても、自分がライトハンドピークで、絶対に当てれるから、自分が有利視点だから、この右上三角開けするときは、割とこう張り付いて使うとね、めちゃめちゃ、被弾減るのかなと思います。敵いるね。
さあショックウェブで行って21。ちょっと画面がカクカクしてんな。真上からのショックウェブ惜しい。これ強いんだよね。じゃあ188で、やばい、ちょっとカクカクしてる。お使いの端末は正常ですってやつだ、これ米印。さて気が回復のがミニコなんでそうだな。いい階段、ちょっとカクカクしてるな、申し訳ない。うまい、いいね。この対面はね、最初がちょっと怖かったかな。最初ね、ここ、ショックウェーブでね、ここ、突ったと思うんですけど、これ、上手い人とかだったらね、あのね、えぐい溶かしてきてね、SMG とかでワンチャン200溶かされるレベルで、これね、この突り方はめちゃめちゃ危ないから、ショックウェーブの真上飛び、ほぼ真上飛びで、こんな感じで突るのはね、絶対やめた方がいいかな。ショックウェーブで突るってよりかは、建築伸ばして敵の上取りに行った方が良かったかな。惜しい、うまい、111。惜しい、やりきりたいな。スラップ飲んでる。いった、めっちゃやばい。うわー、どんまい。まあでもこの対面はね、正直ね、まあベッチがちょっとしょうがないかな。唯一言えることとすれば、ここでダメージ食らった時にもうここでね、正面から撃たれてるっていうのが分かってたから。でこの人が左側にね行ったのもここで見えてる。ショックウェブ飛んでこっち行きました。でもここで見えてるから、左をね結構ケアしながらアンチ入った方が良かったかな。正味この対面自体はね悪くなかった。ここの118カット上手かったし。ということで、まあ、本日のまとめなんですけど、まずはねこの階段2枚敷いて床階段、まあ、これをなんかマスターっていうか、まあ練習して、まあ割と簡単なんですぐできるようになると思うんで、これをこの技を、できるようになったら結構上取りやすいんじゃないかなと思いますね。あとはこのボックス囲んだ時にこの後ろから後ろでこう三角打ってもあんま意味ないから、この目の前の壁越しにいる敵に対しては壁張り付きの右上三角形ジャンプショット、ジャンプショット、これがね角で一番使えてて被弾少なく抑えれて自分から一方的にダメージ与えるね、与えれる技なんで、これを覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。他には言うことないかな。めちゃめちゃピースコントロールと敵の屋根とか、なんか敵の動きを読むのがめちゃめちゃうまかったな。俺逆にね、敵の動き読むとか敵の位置を正確に把握するとかが苦手だから、俺にないもんを持ってるかもしれん。俺もちょっと練習しないといけないな、そこは。はい、ということで今回はこんな感じでコーチング企画終わりたいと思います。ということで少しでもね参考になった方、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。